よって本案は可決されました。いわゆる統一教会の被害者救済をめぐっては自民、公明、国民民主の3党と立憲民主党と日本維新の会がそれぞれ法案を提出していました。立憲維新案では解散命令請求を受けた宗教法人が財産隠しをできなくするよう裁判所が財産の保全を命じられるようにすることを求めていましたが、5党で修正協議が行われ、修正案の付則に法律施行後3年をめどに財産保全のあり方について検討することが盛り込まれたことなどから、立憲・維新も自民党などの案に賛成しました。法律は今日の参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。